なる女神登場って、なんか照れるわね。イグドラシルへ続く道に立ちはだかったのは、全ての破滅を望む絶対の破壊神だった。呂布の活躍により連合軍は最大の危機を乗り越える。さらにゼウスとハデスはイグドラシルの力を変換し、ガイアの実体を取り戻すことに成功する。皆を導いてきた彼女が完全な姿となり、連合軍は沸き立った。とはいえ、世界の破滅までに残された時間はあとわずか。連合軍は宿敵オーディンの魂を目指し、ついにイグドラシルの内部へと突入した。ここがイグドラシルの中か。思ってたよりずっと広いね。しかしこうも広大では、オーディンの魂を見つけ出すにしても一筋縄ではいかなそうですね。まあな。けど忘れちゃいないか、お前たちには魂の気配を感じ取れるこの俺が味方してるんだぞ。奴の魂は確実にこの先にあるぜ。だがまだだいぶ距離がある。ひとまずここを突破してさらに奥へ進まないとな。さすがは冥府の王、一度逃した獲物の気配は忘れないというわけか。ならば先を急ぐとしよう。まずは全知全能たるこの私が効率よく敵の守備を突破する策を。時が惜しい。早急にこの地の敵の布陣を見極め、策を立てねばなるまい。私の話を最後まで聞かぬとは、相変わらず尺に触る男だ。二人とも大丈夫かな。張り合ってばかりいないで仲良く力を合わせてくれるといいんだけど。前に廃された門より内部へと進めそうだ。中にひしめく無造無造を分散させるには、二手に分かれて同時に攻めるのが上策か。私は西の門を引き受けるとしよう。では妖精が尺に触る謎が解けた。いつも私の話を先読みして最後まで聞かぬからだ。やつらユグドラシルにまで入ってきやがったか。ここここから先へ進ませるわけにはいかん。私の実力を太公望に知らしめる良い機会だ。彼に叫んじて門を破ってやるとしよう。妖精は私より先に門を破ろうとする。己の力を誇示するつもりだろうが、無駄なことだ。ここはユグドラシルの内部。門を守る敵もその影響で強化されているはずよ。ならば東の門にいる敵も同様か。太公望が持て余していなければよいがな。この私を止められる者などいようはずがない。
さあユグドラシルの内部を見聞しようか。よもや太鼓棒に先を越されるとはな。ここからは私も本気を出すとしよう。上々に身のこなしだ。その働き皆の模範となろう。まあこんなところか。実力さえ備えていれば世になせぬことなどない。さて門の内側の様子が分かった。次に進むべき場所はこの先に強い力を感じる場所があるの。そこへ行ってみない？両方の門が攻略されるとは。仕方ない。東西に分かれて進軍せよ。太鼓坊さん、いつもより張り切ってるみたい。きっと妖精さんがいるせいかな。両門を突破したことで内部の敵も分散できた。私の目論見通り、私の名。侵入を許すわけにはいかん。みんな進め。門の守備は十分だったはずじゃねえのか。とんでもなく強えのが攻めてきてるってことか。ここは私が出るしかなさそうだ。いざ参るぞ。妖精と同じ地を目指したこと駅もね。我らは前線にはびこる敵を片付けておくとしよう。太鼓坊殿は妖精殿の力を信じているのですね。戦場での強い絆、その雪にしかと心に刻みます。強い絆だと？勝手な解釈はやめてもらいたいものだ。このままでは奴らに用地を抑えられるぞ。援軍を呼んで前線を固めろ。おい、前線からの応援はまだか。ダメだ、あっちにも敵が攻めてきてるらしい。応援を回す余裕はねえはずだ。城壁の内側から強い力が溢れ出すのを感じるわ。先へ進むにはここを抑えて力を止めないと。なるほど、敵の要所ということか。では壁上から奇襲をかけるとしよう。今頃太鼓坊が前線の敵を釘付けにしているはず。私たちはこの地の制圧に集中するとしよう。以心伝心とはまさにこのことね。あなたたちって実は仲がいいんじゃない？なぜそのような解釈になるのか私には理解しかねる。な、何？こいつら城壁から飛び込んできやがった。さすがに手強そうな敵が守っているようね。いくらあなたでも油断は禁物よ。承知している。慢心は最も忌むべきもの。敵中深くにある状況ならなおさらだ。敵の要所は抑えた。この先へ進軍するための足がかりを得られたな。要するに己一人の手柄のごとく誇るのはやめよ。私の起点がなければ貴公は大いに苦戦していたはず。
無論承知している。君の起点まで織り込んで立ち回った、それだけだ。はいはい、そこまで。せっかく勝てたんだから喧嘩はやめよう。太公望殿、妖仙殿、お見事な連携ぶりでした。お二人が互いを認め信頼し合っているからこそ、あれほど息の合った戦いができたのですね。息が合っている？私とこの男が？見当外れもいいところだ。うむ、なぜそのような結論にたどり着くのか全くもって理解できん。そのように反論なさるときまで息がぴったりですね。この雪村、感服いたしました。仲良しの二人が頑張ってくれたおかげで、ひとまずこの辺りは制圧できたわ。ここを足がかりにしてさらに奥へ向かうわよ。はい、我らもお二人を見習い心を一つにして進みましょう。全ては私の思い。改めて魂の気配を探ってみたんだが、やはりさらに先のようだな。とはいえ確実に近づいてきてはいるぜ。それは何よりですな。この勢いのままにオーディンの魂めがけて突き進みましょうぞ。そうね、けど気をつけて。この先にもオーディンの力の影響がかなり強い場所があるみたい。おそらく手強い敵が守備に当たっているはずよ。焦らず確実に攻略していきましょう。敵中深くでの陣取り合戦か。腕が鳴るよ。それじゃあ次はわしのとっておきの軍略披露しちゃおうかね。つまらん。なんだこの生ぬるい状況は。なぜ俺を戦場で戦わせない。荒れておるな、アキレウス。おいゼウス、さっさと俺を戦場に送れ。飼い殺しにされては戦士の血が腐り果てるわ。お前とて軍人の端くれであろう。闇雲に戦を起こしても大事をなせん。その程度のこと理解できないわけではあるまい。聞く耳持たんな。これ以上理屈ばかりこねて戦場に出さぬつもりなら俺はここを去るぞ。やれやれ、困ったやつよ。ならばその有り余った力をわしが発散させてやるとするか。